こんにちは。私たちは VR を使って千葉市の自慢を PR しようというテーマで活動を行いました。はじめに VR のことについて教わり、行きたくても行けない場所や知らない場所に行った気分になれることが分かりました。実際に VR を体験しました。僕は高いところにいると怖くなってしまうので少し怖かったです。あと自分自身が見えなくて、まるで透明人間になった気分でした。 VR と PR について教わった後で、みんなでアイディアを出して撮りたい映像を絞ることができ、動物公園と千葉市少年自然の家を VR で PR することに決めました。続いて千葉市動物公園での撮影についてです。千葉市動物公園で初めにレッサーパンダの VR 映像を見ました。そして動物公園での考えを聞き、それを踏まえてグループごとに園内を回りました。さまざまなゾーンを見ながらアイデアを考えました。ライオン展示場ではミートキャッチャーを実際に見てライオンの迫力を感じました。その後グループごとに考えたアイデアを出し合いました。出し合ったアイデアの中にはライオンのミートキャッチャー、ペンギンの歩いている様子、ゾウガメの生活の様子、ゾウの食事などさまざまなアイデアが出ました。その中でもゾウガメの生活の様子を撮影してもらうことになりました。それが今流れている映像です。採用されなかったアイデアもたくさんありましたが、みんなで楽しく園内を回りアイデアを出し合うことができたのでよかったです。他にも動物園で撮影された VR 映像がたくさんあるので、ぜひ見てみてください。次に千葉市少年自然の家についてです。自然の家の施設はユニバーサルデザインであり、宿泊棟とログハウス、食堂バイキング、展示室、ミニ博物館があります。自然の家には自然を大切に しながら撮影しました。撮影したのはハイキング、ザリガニ釣り、クライミングオールをしました。ハイキングでは外で散歩したり絶景スポットに行き、ザリガニ釣りでは言葉の通りザリガニを釣りましたが、釣れずただの泥まみれになった人もいました。クライミングオールドは成功する人は少なく少し残念でしたが、楽しくできてよかったです。次は川遊びの VR は VR やウォータースライダーなどでも VR 撮影をしたいです。この活動では千葉市動物公園と千葉市少年自然の家を VR で撮影しました。私たちはこれからもこのコロナ禍の中で外出できない人のためにいろいろみんなが楽しめる VR を作っていきたいなと思います。皆さん今日の VR は楽しんでもらえましたか？もし楽しんでくれたなら幸いです。ではこれで VR の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。気をつけ、ね、ありがとうございました。